はいどうも皆さんおはようございます。いつもはこんにちはと言っていますが、現在は朝なので今回はおはようございますと言わせていただきました。現在いる場所は川越駅ですね。本日の日付は9月20日、時刻は4時19分でございます。川越というと江戸を感じる街、小江戸として有名ですが、今回はそちらに行ったわけではありません。今回ここに訪れた理由としましては、僕の高校時代の友達がここで宿を貸してくれたということでここに訪れています。現在いる場所はそちらの川越駅なんですけれども、この北にある本川越駅に今から行きます。ちょっと遠いですね。ですがここからはこう歩いていきます。多分ここら辺に住んでいたら普通なんでしょうけれども、この川越には川越駅、川越市駅、西川越、そして本川越というようにちょっと紛らわしいような駅名がたくさんあるようです。かくいう僕も昨日成田空港からここ川越に来るときにはどの駅で降りるべきかがすごく迷いました。駅にはこのように始発電車が並んでいますね。この始発電車に乗って今回の旅行は始まります。まあ2日目ですので、昨日の生品神社から始まった新田義貞の鎌倉攻め、その道筋をたどって南へと向かっていきます。本来であれば生品神社から始めるべきですが、日をまたいでしまったので今回は小手指ヶ原、久米川、武梅ヶ原、関戸、そして鎌倉へと向かっていきます。乗車中に調べてみたんですけれども、小手指ヶ原古戦場はここから結構遠いみたいですね。しかしまあお金も持っていませんので、タクシーに乗っていくようなこともできません。なのでここからは歩いて向かっていこうと思います。生品神社で挙兵した新田義貞は北から南へと向かっていき、ここ小手指ヶ原で幕府軍と対峙します。つまり新田義貞と鎌倉幕府軍、この2つが初めて戦った場所、それがこの小手指ヶ原古戦場です。そんな歴史的な戦いが行われたこの場所ですが、今残っているのはこの石碑とこの案内用の看板だけです。新田義貞というと源氏の子孫です。源氏といえばライバルとして上がってくるのが平氏ですね。源氏と平氏、だいたい源平合戦とかの話になってくるんですが、その頃から源氏と平氏には旗の色が決まっていました。源氏の旗の色は白で、平氏の旗の色は赤です。そして今向かっているこの付近にあるのが白旗塚という場所なんですけれども、この白旗塚というのは白い旗と書きます。新田義貞が平氏である北条氏による政治を終わらせようと鎌倉を攻めている時にここを通りかかります。そしてこの付近で戦いになるのですが、この付近にあった塚に白い旗を立てて陣を張ったというのがこの白旗塚の元々の伝承です。右前に見えておりますのがその白旗塚ですね。伝承レベルの話なので、実際に新田義貞がこの場所を訪れて旗を立てたかというのは分かりませんが、こういった伝承レベルの話も実際に史跡を巡っていく上では面白いものです。本当はですね、所沢駅からここまでバスが出ているんですけれども、調べてみたらちょっとバスの待ち時間と歩いていく時間、だいたい同じくらいになるなというふうに思いましたので、ここまで、まあ、住宅街の中を歩いてきたということでここまで来ております。さて、今向かっている久米川古戦場なんですけれども、だいたいここら辺はですね、昔鎌倉街道と呼ばれるような道がありまして、そもそもその鎌倉街道というのはだいたい上の道、中の道、下の道と3つあるんですけれども、新田義貞が使ったのはこの神の道です。神っていうのはまあ神様とかじゃなくて上っていう風な漢字を書きますね。
もともとは鎌倉街道というのは大体いざ鎌倉といって鎌倉幕府に何かが起こった時に御家人たちが鎌倉へ向かって使う道でしたが、新田義貞はそれを逆に利用して鎌倉に攻め上る時に使ったというような道です。反対側でしたね。ちょっとぐるっと回ってみましょうか。ここから入れるそうです。はい、ここが久米川古戦場の、まあ古戦場って言ったら大体広いんでしょうけども、ここ辺一帯のことを言うんですよね。まあ石碑があるのはここです。久米川古戦場跡と書いてあります。東京都教育委員会と書いてあるので、まあここは埼玉県からいつの間にか東京都に入っていたようです。さて、この久米川古戦場で行われた久米川の戦いというのは、新田義貞軍と鎌倉幕府軍ですね、その2つが戦ったんですけれども、戦って勝ったのは新田義貞軍でした。その戦いに勝利した新田義貞軍が戦いに勝利した後に塚を作って旗を立てたと言われるその将軍塚に今から向かっていきます。そしてですね、ちょっとここから先、まあ面白いところがあるんですけれども、今見えてきましたね。左側に看板があるのがわかるでしょうか。ちょっと看板に近づいて見てみましょうか。はい、こちらですね。現在地がここ、見えますかね。久米川古戦場跡、その上の方にあるのが今のいる場所です。そしてその左側に埼玉県東京都と書いてあります。つまりですね、ここは県境であり、両足を片方ずつつければ両方の都と県にまたがることができます。ちょっと案内看板があるんですが、今から向かっていくのは左側 0.2km 将軍塚です。こっちの方ですね。ちょっと登っていきます。登ってみたらこのように視界が開けておりまして、おそらくこっちの方角が、所沢駅の東口側の方角で、そしてここから左の方を向いていきますと、おそらくですね、ここら辺に所沢駅があるんでしょうか。そしてここで今見えている部分ら辺が所沢駅の西口側です。このようにですね、この八国山というのは、まあ、遠くの方まで見渡せる場所ということもありまして、8つの国を見渡せる場所なので八国山というふうに名付けられたと言われています。なんかですね、石碑があるんですけど、元寇っていう文字は読めますが、その下なんて読むんだこれは。まあ元寇っていうのは鎌倉時代末期の元寇なので、おそらくそのくらいにあった出来事の何かに関連するんだと思いますが、僕はちょっとよくわかりません。そしてこっち将軍塚の解説版ですね。久米川の戦いに勝利した新田義貞はここ将軍塚に旗を立てたというふうな伝承が残っています。移動してきまして、こちらがルバイガーラ古戦場ですね。本日3つ目の古戦場です。まあ見てみるとこのように看板があり、左側に行けというふうに書いてあります。ルバイガーラバトルグラウンドモニュメント、そういうふうに言うんですね。川があるのかな、ちょっと橋がかかっていて、その奥に見えるのがおそらくルバイガーラ古戦場跡の石碑です。なんか横に、まあ、小川というんでしょうか、ちょっと小さな川みたいなものが流れていて、散歩にはもってこいなのかなというふうに感じます。まあ僕はちょっと散歩なんかのんびりしていたら日が暮れてしまって、ちょっと予定が狂ってしまいますので、このまま先に行かせていただきます。非常に良くないんですけれども、ちょっと雨が降ってきましたので、あと1個だけね、古戦場行きたいなと思って、もう一つ関戸古戦場というものがあるんですが、とりあえずそこだけ回ってしまえば、あとは鎌倉まで電車で移動という風になりますので、とにかく頑張ってそこまで行こうと思います。はい、ということで現在渡っていますのが多摩川です。川というのは多くの場合戦いの舞台になりやすいので、この多摩川も鎌倉幕府軍からしたら鎌倉防衛の拠点の一つという風に考えていたのではないでしょうか。で、関戸古戦場へと到着しました。
現在ではこういった小さな社かな、社があるんですけども、これ以外には何もありません。ちょっと雨がひどいのでさっさと戻ります。前回鎌倉に来た時にはこちら側のエリアには来なかったので、江ノ電に乗ることもなかったんですけれども、まあ見てみたらすごかったですね。まあ市街地っていうのかな、市街地の中をあんな風に通っていく電車っていうのは久しぶりに乗りました。そして現在到着したのが義経弁慶ゆかりの寺満福寺と書いてあります。このお寺は義経がここに留まって腰越城を書いた寺ということで有名ですね。平安時代末期に源頼朝率いる源氏と平清盛率いる平家が戦いになります。これがいわゆる、源平合戦ですね。自称寿永の乱というのが正式名称だったと思います。その源平合戦で源頼朝の弟源義経がものすごい活躍をして、山口県にある下関壇の浦で平家を滅亡へと追い込みます。その戦いが終わった後、義経が鎌倉へと戻ってくるんですけども、そこで立ち寄ったのがこの満福寺です。きっと兄である頼朝も義経の活躍を喜んでくれるだろうと思って、ここ鎌倉の一歩手前である満福寺へと帰ってくるんですが、義経は鎌倉へと入れてもらえることはできませんでした。頼朝からしたら、あまりにも目に余る勝手な行動をする義経は鎌倉に入れてはいけないというふうな命令を出したということで、ここにとどめを変えたんです。ということで義経は鎌倉の中に入れてほしいというふうな内容の手紙を書きます。その手紙の名前が腰越城です。そういった歴史のある寺なので、ここにはたくさんの義経関連の史跡といいますか、まあ伝承の残るものがたくさん残っています。頼朝からしたら、おそらくですけれども義経の存在が脅威だと感じたんでしょう。だいたい歴史では政権が変わった後というのは、その政権争いに勝った勢力が内部争いを始めるんですけれども、源頼朝は源義経の勢力が大きくなることを恐れて、先手を打って義経を鎌倉に入れないというような対応をしたんだと思います。さて、とうとう稲村ヶ崎に到着しました。ちょっとこっちの方に行きますとね、11人塚かな、そういう場所があります。はい、ここが11人塚です。この11人塚というのは、新田義貞の鎌倉攻めの際に、新田義貞側の名前なんだったっけな、多分こっちの看板に書いてあるんだと思いますけど、名前が大館宗氏ですね。大館宗氏という人が極楽寺坂の切通しから、まあそこ辺で戦ってたんですけれども、幕府軍と戦って討ち死にした11人がここに祀られているというような場所だったと思います。いやー、できればですね、もうちょっと天気のいい映像を撮って皆さんにお伝えしたいなというふうに思っていたんですけれども、まあ天気というのは仕方がありません。ここが、到着しました稲村崎ですね。
ここから江ノ島も見えるんですね。あそこには、エドワード・シルベスター・モースが海洋生物研究所だったかな、そういうものを作った場所でもあります。鎌倉時代末期から室町時代までの様子を描いた太平記という物語では、この稲村ヶ崎で新田義貞が鎌倉攻めをする際にぐるっと海の方を回って鎌倉へと攻め込んでいったというような場面があります。その際に自分の刀を海へ捧げて祈ったところ、この海の潮がみるみるうちに引いていったというような伝承も残っております。まあ実際にちょっと海の端っこまで見に行ってみましょうか。新田義貞が回っていったのはあちらの方角です。この稲村ヶ崎から新田義貞は鎌倉へと向かっていき、そうして鎌倉幕府は滅亡へと向かっていきます。では今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。